イレネウシュ・イエレンは、ポーランドチェシン出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。2000年、地元のクラブ、ピストチェシンでデビュー。2002年にトップリーグのビスワップ打ツクへ移籍し、エースストライカーとして定着。2004から05シーズンでは、12得点を挙げ、クラブ史上最高の4位の立役者となった。翌2005から06シーズンでは、 ポーランドカップ優勝の立役者になった。2006から07シーズン、国内リーグと W 杯での活躍を認められ、アージオセールへ移籍。右ウィングとして起用されたが、チーム得点王の10得点を挙げた。2007から2008シーズンでは、怪我で苦しんだが、10月20日の FC ロリアン戦で、71分からの途中出場でありながら、ハットトリックを達成する。 2008から09シーズンでは、エースのダニエルニクライに代わり、センターフォワードで起用され、14得点を挙げて、得点ランキング4位体になった。ポーランド代表は、2003年にデビュー。2006年には、国内リーグ戦での活躍を認められ、2006FIFA、ワールドカップに出場した。ありがとうございます。